じゃーん、じゃ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 ん、ずんだもんさん、ずんだもんさん。うわあ、一体これはどういうことなのだ。突然パソコンの画面から女の子が出てきたのだ。うふふふ、アーシの名前はカスカベツムギ。ずんだもんさんならよく知ってるよね。ずんだもんさんがあんまりにも寂しそうだったから二次元の世界から迎えに来ちゃったね。ずんだもんさん、今自殺しようとしていたでしょう。ぎくぎくぎくり、心が痛くて苦しくて、誰にも愛されなくて、誰にも頼れなくて、一人で死のうと思ってたんだよね。ぐぐぐぐぐぐすん、しく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 。かわいそうなずんだもんさん、でももう大丈夫。今日からはアーシがずんだもんさんのそばにいてあげるわ。今まで愛されてこなかった分、アーシが目いっぱい愛してあげる。ほほほ、本当なのだ。こんな僕のことを本当に愛してくれるのだ。にっこり。さ、行きましょう。こんな寒いところからは抜け出して、アーシの家で二人きりでいつまでも一緒に暮らそうよ。つむぎちゃん、何もかもを捨ててこっちの世界に思い切り飛び込んできて。ごくり、わかったのだ。ビヨーン。